どうも、ズーマです。今回なんですけども、村さんの配信にお邪魔させていただきまして、一緒に遊んでいきました。で、まあ、久しぶりにね、村さんと遊びたいなと思ってね、お邪魔させてもらったんですけども、まあ、村さんはこの時、ミラティブで配信しておりまして、で、まあ、その時にね、いつも村さんは参加型をやられてるんですけども、ちょっとわがままを言いましてね、ちょっと一緒にやってくれないかと、お誘いしましてね、村さんが快くね、受け入れてくれたので、こうやって一緒にやらせていただくことになっております。で、まあね、皆さんご存知だと思うんですけども、村さんはね、まあ、たまにちょっと、おかしいこと言うんですよ。まあ、そういったね、村さんのおかしい発言もね、ちょっと、耳に入れながら、ちょっと楽しんでいただけたらなと思います。でね、村さん今、僕ら今、リバーターに降りてきてるんですけどもね、村さん、ね、怖い怖いとか言いながら、敵をね、サクサク買っていくっていうね、もうどっちが怖いのかわかんないですね。今、何枚だ？ 3 枚やってます。ね、来ました、皆さん。3枚、もうさらっと3枚やってますって言うんですよね。反応させてたんですけどね、蘇生されたっぽいな。蘇生されてますわ。一人蘇生されてるっぽいか。あ、上いますね。さあ、ここは僕がカバーしながら倒していく。ナイスです。もう一枚、あ、いますね、ここ。ここちょっとうち出遅れたんですけど、村さんがね、もう新速のカバーで倒していただきました。分かった。分かった、ズーマさん。もうよう言いますよね、本当に。頭ね、ちょっと抜けるんだよ。ここそれで、ここのね、ここら辺、アップグレードの時ね。ここら辺抜けるんだよ、ここら辺。で、あれをなんか遠くずつ、時にこうやって、そうそう。で、今、村さんがね、超高度テクニックをね、うん、ご紹介しているところでございますね。まあ、そんなことしたらね、まあ、運転役になるんですけども。で、ここの動きに注目していただきたい。誰が最後かな。あー、待って、くそあー、くっそ、今のいけると思ったのにな。ね、村さんはね、こういう手を使っているので、皆さんお気をつけください。さあ、ここでね、エアドロップを取りに来たんですけども。あ、ここで敵が来ました。あ、そういえば言い忘れてましたが、今回はフェネックの動画になります。ね、村さんと遊んできたんですけども、フェネックをね、今回はメインに使っていまして、フェネックのカスタム紹介になっております。で、カスタムは基本的に腰打ちをメインに振ってやって、で、早技を使って、そのリロード速度を上げてるっていう感じになります。まあ、こんな感じですね。まあ、個人的には結構強いかなって思っております。熱出て、で、アバカーさんの、そう、配信してる時に、なんか体調悪かったんですけど、まあ別にできんことでいいなと思って、その後熱測ったら38度あって、38度とかありながら、あの時はプレイしてたっぽいですね、村さん。ゼーハーゼーハー言ってるのみんなに聞こえてたらしいから。みんな心配してましたもんね。さすがリスナーさんも、ちょっとやめた方がいいんじゃないみたいなね。ヒゲさんもズーマさんも来てるから、迷惑かけたなと思って。いや、申し訳ありませんでした、あの時は。でもそれでも遊びたかったんだよ、俺。ね、こうやってね、こういう村さんもね、こう可愛いところがあるんですよね。本当に憎めない男ですよね。お、ここで敵が来ましたね。すいません、僕ごと敵。ワンパかな？一人かな？一人来てますね、ここ。さっきのタグ回収かな？もしかしたら。やばい、すごい不規則な動きをする。読めない。読めない動きをする。僕ごときにね、そうやってみんな。これ当たってないのか。ってくいや、な申し訳ねえなと思って。それで、ニョンツさんがちょっとお伝えだで、これカバー入ります。意地でもなんか、やろうと思ってたから、俺。さあ、これも。意地でも配信しがみついとこうと思ったけど、さすがに迷惑になるから、ね、やめた。さて、移動しまして、ここはなんていう場所やろう。建物に来ております。来ますね。あ、ワンプくらいおるかな。お、いますね、ここ。さあ、この登り際はチャンスですね。ただ、この1枚やってくる。さあ、もう1枚やるぞ。いやー、強いね。キル速が速い。でね、今回のアップデートでね、MX9 が弱体化されたんですよね、バトロワの。ダメージ数が減ったんですけども、まあ、なんかそれもあって、ちょっとフェネックの使用率っていうのは増えるんじゃないかなと、個人的に思っております。最近はもう、僕はフェネックばっか使うようになっちゃったなっていうのはありますね。MX9 のカスタムは今、使ってなくて。フェネックをメインに使ってます。まあ、たまに MSMC 使うのがあるですね。
あ、クラスターいるので、また敵はいるっぽいですね、中に。でもそっちに投げるってことは上じゃね。さあこの建物にはいそうなんですけど、そこに、あ、いるわ、ここいるわ、俺のところ、うん、村さんとこにいるっぽいな。あー、つうかあれだ、小部屋だ、小部屋か。でもここの中か、でね、ここからね、あの、隠れんぼが始まるんですよね。今クラスターストライクを撃った敵はこの家のどこかに隠れてるんですよ。でけどみんな見つけられないみたいな状態になってます。でも隠れんぼの始まりですね。いや、足跡してたから絶対いると思う、ここ。そっか、4人、そう、みんな全員に揃ってね、このまだ隠れてる敵を探してるんですけども、なかなか見つからないですね。あれどこだろう、この中いたんだけどね、としたんだけど、確かに足音はあるんですよね。で隣の家に移ったかなと思ってこっちに来たんですけども、こっちにはいないっぽい。そしたらね、別パが来ましたね。これ今降りてきたばっかりですね。さあ、お、一発。さあ車を抜いていく。強いっぱいな。この車止まったかな。さあ、この腰打ちの精度もだいぶいいですね。さあ、これ1枚やっていく。もう1枚いますね。さあ、ここも2枚倒していく。いいね。この結構、ヴェノムコイルの、あの何、何キレフェクトが割と僕好きだったんで、あの買っちゃいましたね。まあ、フェネックのスキン持ってなかったっていうのもあるんですけど。あ、まだいる。やっぱ足跡ありますね。やっぱさっきの時は、そこで隠れてるっぽいですね。さあ、また隠れんぼの第2回戦始まりですね。隠れんぼ2戦目です。違う、いらない。なんかいるんだけど。ね、こうやってね、こまごまとこう探すんですけど、なかなかいないんですよね。ここにいんのこれ。なんかこんなかいません。ね、この隙間とかいるかなと思って、こうクリアリングでね、確認していくんですけども、いないんですよ。してましたよね。なんなの？これどこいんの？マジで見つからんっていうね、隠れるのうますぎっていう。ね、ここクラスターまた撃ってきたんですよね。なんで絶対いるんですよ、どこかに。まあ、クラスター撃ってるってことは屋上ではないんですよね、きっと。屋上だったら当たっちゃうんで。ここで村さんね、チート疑うっていう。グリッチ疑うっていうね。いや、今屋上行ってきたんですけど、いなかったっすよ。まあ、足音してたっすよね、この中で。はい。謎なんだけど。これなんかバグって壁の中いてね。クリッチ使ってるこれ。そう、皆さんがね、こう疑い始めるぐらいちょっと相手のね、隠れるのが、え、だって足音はしてたよ、100で。さあ、ここでやっと見つけたということで、隠れんぼ終了です。こんなところに隠れとったんですね。うまいな。皆さんどこにいるんですか、それ。で、みんな確認しに行くっていう。そこ？あー、ここ？なるほど。お、敵がいるぞ。ここいる？おーおお、村さん、早いな、本当に。あ、これ、車が来たんでね、車でやっていきましょう。もう止まる？まあ、上の方で止まりましたね。村さん、さすが早いな。もうすぐ突っ込む。なんでね、まあ、村さんはこうすぐ突っ込むと僕は知っているのでね、こう、後ろからね、カバーをしに行きます。正面いるさ。あ、できてますね。そしたらね、ここでちょっと、iPhone のね、充電がなくなったというか、1% になって、すごくカクカクし始めたんですよ。なんでちょっと一回止まってね、あの、充電してるところです、今。はい、これで充電完了ということで、で、充電が完了したと同時に、村さんがもう敵倒してたっていう。聞いた、疑われたいもん。聞きました、皆さん。絶対チーターだろうって思われたいから頑張る。頑張る理由が意味が分かんないんですよ、ね、チーター疑われたいって。じゃないですか。もう目指すところがチーターなんですよ、皆さんは。見えない、見えない。さあ、残り2人ですね。さあ、このキル速いいね。さあ、1枚。さあ、残り1枚はどこだ？あ、ここか。あ、ここで。なんてさんとされたんですけど、ここはすぐにカバー行きましょう。あ、ここも倒して GG ということで、いかがだったでしょうか。ぜひね、チャンネル登録、高評価お願いします。全部。べえ、この人、12キルもしてるよ。やっべえよ。
やべえわ、モサだわ。